イスラエルの人たちよ、なぜこのことを不思議に思うのか。私たちが自分の力や信心であの人を歩かせたかのように見つめているのはなぜなのか。アブラハム、イサク、ヤコブの神、先祖の神はそのしもべイエスに栄光を賜ったのであるが、あなた方はこのイエスを引き渡し、ピラトが許すことに決めていたのに、それを彼の面前で拒んだ。そしてイエスの名を信じる信仰のゆえに、あなた方の今見て知っているこの人が強められ、イエスによる信仰が彼をあなた方一同の前でこの通り完全に癒したのである。自分の罪を拭い去っていただくために、悔い改めて本心に立ち返りなさい。主の御前から慰めの時が来て、定めてあったキリストなるイエスを神が使わしてくださるためである。そのイエスをあなた方は十字架につけたのである。このイエスは神が聖なる預言者たちの口を通して昔から預言しておられた万物更新の時まで天に留めて置かれねばならなかった。モーセは言った。主なる神はあなた方の兄弟の中から一人の預言者をお立てになるであろう。その預言者があなた方に語ることにはことごとく聞き従いなさい。連れて行け。あなた方は預言者の子であり契約の子である。神はアブラハムに、地上の諸民族はあなた方の子孫によって祝福を受けるであろうと仰せられた。神がそのしもべをお使わしになったのは、あなた方を悪から立ち返らせて祝福に預からせるためなのである。行け。行けろ。